ビルヘルムラインハルト・フォンナイペルク。ビルヘルムラインハルト・フォンナイペルク。1684年5月27日から1774年5月26日は、オーストリアに仕えた、貴族、軍人。はじめ岩石、後に白爵となり、元帥に劣せられた。は、シュバーベンに本領を持った貴族で、父はやはり軍人であったエーベルハルト・フリードリヒ。孫に、 ナポレオン戦争時代に活躍したがいる。また、娘のアウエルスペルク公爵夫人は大変な美人で知られていて、神聖ローマ皇帝フランツ一世の愛人との噂が流れ、また若い頃のシャルルド・リー・ニュ・コートは恋愛関係にあったという。聖はナイツペルグの表記も。1702年から軍に入り、1716年には大佐となる。オード戦争に従軍して、 オイゲン講師やメルシー博のもとで活躍、続いて四国同盟戦争が始まるとシチリアに転戦しフランカビッターの戦いに参加して負傷した。1723年にナイペルクは少々に昇進するが、この年ナイペルクはカール6世より王女マリア・テレジアの後輩に内定しつつあったロートリンゲン広告公生公士フランツ・ステファンの教育者に任された。 ナイペルクは講子に対するカール六世の目の役割を果たすため、当時ウィーンで暮らしていたフランツに何年間も付き添い、1729年にロートリンゲン公レオポルトが没死してフランツが後継承のため母国に帰った際にも同行した。1730年ナイペルクはルクセンブルク要塞の司令官となってフランツとしばし、別れたが、 まもなくフランツの諸国宮廷訪問が始まると、ウィーンの指示に従って、その計画を組み立て同行する役目を追って、また付き添い生活を送った。この間、1726年に、マリア・フランキス・カフォン・ケイフェンヒュラーと結婚している。1733年中将となる。この年ポーランド継承戦争が発生すると、ナイペルクは北イタリア戦線に従軍し、ロンバルディアをめぐって、 フランス、サルデーニャ連合軍を相手に戦った。1735年不評大将に昇進。1737年テメシュバール総督に任じられる。このコロバルカン方面ではすでに再度のタイオスマン帝国戦争が始まっており、ナイペルクも主な指揮官の一人として従軍した。この戦争において、オーストリアは、季節な戦略。 低い式と深刻な補給不足によって大きな損害を被って戦争を続けることができず、ベオグラードを含むかつてオイゲン公使が獲得したバルカン南部の広い領域をベオグラード条約による活動せざるを得なかった。ナイペルクはこの戦争の指揮について主要な責任を負う人物の一人であってナイペルクの場合は特に七百三十九年に生じたグロッカの 戦いの敗北の後、ナイペルクが代表となったベオグラードでの和平交渉において、本国との連絡の祖母や状況の不十分な検討のため本国の承認なしに、ひどく不利な条件で、講和条約をまとめて皇帝が自己承認せざるを得ない状況に追いやったことが、責められていた。戦争終結後ナイペルクは、カール6世によって、他の将軍ともども軍法会議にかけられ、 要塞に収監された1740年、カール6世が没して、娘のマリア・テレジアが即位したことからナイペルクは釈放され、さらに、オーストリア継承戦争が始まったことによって、主霊寺園に侵攻してきたプロイセンは、フリードリヒ2世、大王を迎撃する軍の指揮官に任命された。1741年早春。 シュレージエン戦量を着々と進めていたプロイセン軍に、対し、ナイペルク軍は雪解け前の山地越えを実行して、その今日つき、孤立していた要塞を救出して、プロイセン軍の本国からの弾を目指したが、急遽部隊をまとめて、海戦を挑んできた、フリードリヒ大王の前に、モルビッツの戦いで敗れた。ナイペルクは敗戦の2日後に元帥に昇進した。海戦後、 ナイペルクは体制を立て直して何とか、内政難の主霊支援を確保し、を落としたプロイセン軍とを境にして睨み合い、しばらくの間こ着状態となった。8月、戦況打開のためナイペルクはへの前進を試みた。この行動は、ある程度大よう驚かせたが、しかし、大王の軍が接近して、ナイペルク軍と内政の間に割り込みおると、すぐに反転撤退して内政側南岸に戻った。 当時のオーストリアは孤立状態にあって、米面には新たにフランス、バイエルン軍が侵入を開始するなど苦戦していた。そこでオーストリアはイギリスの仲介のもとにプロイセンと秘密公は結ぶことを決め、その代表にやはりナイペルクが指名された。このクラインシュネレンドルーフの密約でオーストリアはシモシュレージエンの割動を認めてプロイセンと秘密裏に停戦し、 ナイペルクは軍を米面に転身させた。米面でナイペルクはオーストリアからやってきたフランツの援軍と合流し、プラハを救援するはずであったが、プラハが早くに陥落したため、オーストリア軍は米面南部に引き返して東映準備に入り、ナイペルクはここで軍司令官の役を免税られ、再びルクセンブルク要塞の司令官となって南ネーデルラと戦線に移動した。 ナイペルクは、その後デッティンゲンの戦いにも参加したが、間もなく、第一戦の式からは引き上げられた。しかしナイペルクは、以後も、軍の高い地位を占めており、1753年金用毛期支位を与えられ、1755年には、宮廷軍事委員会の副総裁に就任している。ナイペルクの評価は、非常に良くない。ベオグラード条約の責任問題では、 死刑も含めて議論され、東国の末に代替わりによって復権したのもつかの間、モルヴィッツの敗戦によって、軍中の非難を一心受け、さらに権威を喪失した。モルヴィッツで敗北したナイペルクに対する軍の反応は、複数の将軍が彼の指揮下で戦うのを拒否したと言われるほどの厳しさで、その後も彼が地位を保ち、天津さえ宮廷軍事委員会に席を置いていられたのは、 名門貴族家の影響力と、あとは、もっぱら彼と皇帝の深いつながりによるものと、みなされている。軍事委員会での働きも悪しきものであったとされ、また就任の時点ですでに七十を超えていたにも、かかわらず、皇帝夫妻の行為によってナイペルクは、老齢のために職務に支障を来すようになるで長く、在職し続けた。しかし、軍事機関としてのナイペルクについては、評価は、必ずしも、 否定的なものばかりではない。フリードリ・ヒダイオーは彼の戦歴最初の相手ということもあって、ナイペルクについて一方的に低いだけの見方はしておらず、モルヴィッツの後にナイペルクが取った作戦を評価してさえいる。カーライルは何という軍人の人生、何という運命。中力ナイペルクは彼がオイゲン公使ではなかったという理由で罪ありとされ、しかし告示犯として、 公主刑にされることはなかったと、やや同情気味に彼の鋼鉄を書いた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。